南口大鳥居東口大鳥居多くの参拝客で賑わう門前名古屋市畜作園山町にある名古屋市所千代穂稲荷神社は岐阜県海津市平田町三里1980にある稲荷神社である。地元の岐阜県西納地方などではお千代穂稲荷と呼ばれることが多く通称おちょぼさんとして親しまれている。地元では京都の伏見稲荷、愛知の豊川稲荷ともに 日本三大稲荷の一つとも言われることもあるが、神社側では否定している。毎月月末の日の夜から翌日1日の明け方に、かけ、夜通しで月越し参りという縁日が開催される、ことでも有名。朝方まで営業しているお店も多い。平安時代、原八万太郎義家の六尾の義隆が分家する際、森の姓をもらい受け、義家より、 先祖の御霊を千代に保てと、祖神と共に宝剣と吉井への肖像画を受けたまわったのが始まりと伝えられる。千代穂稲荷神社の名もこの言葉から来ている。後に、室町時代の文明年間、子孫の森や罪がこの地に祖神を祀ったのが開祖となり、現在は19代目という。祭神は大祖大神、稲荷大神、祖神。商売繁盛、縁結び。 合格祈願などにご利益がある。伏見稲荷や豊川稲荷と比べるとかなり小規模だが年間250万人が参拝している。特に正月、三日日や月末付き、初めの月並み祭り、15日は大変混雑する。商売繁盛の神社という特色上、同じ性能地方の南宮大社などに比べ、税理士などの専門職も含め自営業者の参拝が多い。 先祖の御霊を千代に保てという教えより、現在でも、境内では、お札やお守り等は、一切出していない。ただし、各中継のおみくじ箱によるおみくじは置かれている。お供えとしては、稲藁で結んだ油揚げとろうそくが使用される。約150点が軒を連ねる。境内では、お札やお守り等は、一切出していないため、この門前町には、縁起物を扱う店が多い。また、 名物としては草餅、皮を料理、串カツと土手に、漬物等がある。かつては大宝安明の店もあり、晩年を過ごした場所でもあった。特に、串カツと土手串は有名で、玉花など多くの店が軒を連ねている。客は、軒先で立ったまま揚げたての串カツを自由に摘んで、土手串を煮込む、鍋の味噌仕立ての煮汁に各自が漬け入れて食べる、独特の光景が見られる。 土日や祝祭日には、これらの店はいずれも大変な活況を見せており、千代穂稲荷名物として、非常に有名である。名神高速道路大垣インターチェンジより、南東方向へ車で、約15分。お千代穂稲荷バス停留所下車。かつては、名鉄竹花線大須駅より、岐阜バスおちょぼ稲荷線が運行されていた。南口大鳥東側に、手脇案内所とバスターミナルがあった。 ありがとうございます。